刀を抜く時です、レンジャー。ハンターまだ夢を見るか。自分のせいで死んだ者の夢。最初から決まっていたようだな。彼らはまだ生きている。それはあなたも同じだ。あなたにはまだ選択の余地がある。そのオルゴールを置いて去るがいい。選択？壊滅の血の道にためらう余地などない。トフェとのエンマ、たとえあなたが命を捧げたとしても、あのアイオンの恩寵は受けられない。レンジャー、お前が歩んでいるのは狂愛な遵守の道。理解できないのも無理はない。私たちは炎の中から誕生した。炎を浴びて生まれ、広がり、焼き、破壊する。薪が燃え尽き、すべてが死の灰になるまで。燃焼はエンマの一生であり、始まりと終わりでもある。私たちは生まれた瞬間から死に向かっているのだ。この世の万物は壊滅のために生まれてくるという。あなたの仲間はそう考えてはいないようだが、彼らはあなたのために必死に生きる機会を勝ち取った。あれらは私の子だ。かつての私と同じように、まだ白熱していない火種だ。まだ若いから責めることもない。しかし私の炎はすでに弱まっている。残された時間も少ない。遠くの宴の星が見えるか。私はあそこに煉獄を持っていく。ゆえにここでお前を超えなければならない。なぜ？アイオーンたちが切り開いた道の上で、お前は私の遥か先を歩いているからだ。司令、お前は自分の正体を隠せない。その刀を抜くがいい。私たちはここに留まり、死闘を繰り広げることになる。なぜなら私がそうすることを選択したからだ。壊滅とは壮麗な瞬間だ。醜く存続を求める一生はあまりにも長すぎる。たとえその答えがあなた自身を破滅させるものであったとしても。答えは重要ではない。重要なのはお前の存在と同じく、それが存在しているということだ。全ては滅ぼされるために存在している。司令とて例外ではない。虚空の中でも美しい夢は生まれる。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。はあ、分かった。受けて立とう。お前はこの世界で最も輝かしく激しい炎を目の当たりにするだろう。この燃え盛る光がお前の底知れぬ夢を照らす。底知れぬ夢、その通りだな。だがあなたは一つ誤解している。この刀がまだ鞘から抜かれていないのは慈悲や
軽蔑が理由ではない。この刀は私が人に見せたくない秘密なんだ。ただ敬意を表して。あなたには正直に言おう、遵守は私が進む道ではない。死があなたの長い夢を終わらせることを、そして目覚めの世界へと導くことを願う。私は今でも夢に見る。引け、まだあなたの番ではない。私の番ですか？巧妙な偽装はたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あなたも例外ではない。あの開拓者、あなたは彼女を殺そうとしなかった。あなたが手を出したのはあくまで私とあのメモキーパーを追い払うため。なぜだ？運命の奴隷がそうさせたのか？あなたはエリオを知っているのですね。このことはあなたの脚本に書かれていると思っていたが。私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要はありませんし、欲しいとも思いません。彼は私の性格を知っています。運命は一つしかなく、誰も避けては通れない。しかし結末が訪れるまでは私にも選択する権利があります。ですがあなたは知らないようなので、今度は私から質問しましょう。あなたは一体何者なのですか？おそらくあなたの敵ではない。質問の答えになっていません。そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には秘密がつきものだ。私もカンパニーから指名手配されたことがあるから、性格反対について知っていても不思議ではない。それだけのことだ。私ならあなたを助けられるかもしれない。なぜそんなことを？私はよく忘れてしまうから。記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしているんだ。だから私にはその冷たい甲冑の中にいるのが誰かわかる。どうだ、鎧を脱いで話す気になったか？まだその時ではありません。私は助けを必要としていませんが、あなたに少しアドバイスしましょう。これは双方にとってメリットがあると思います。あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、無教の過去と真実も隠していますので。もう調べている。そして請求列車はあなたの敵ではありません。それは私も分かっている。だがあなたの口からそんな言葉が出るとは思わなかったな。それでこれからどうするつもりだ？あの開拓者はブラックスワンに連れて行かれた。彼女を探しに行くのか？その必要はありません。あなたには教えても構わないでしょう。エリオが私に与えた指示は一つだけ。それは請求列車に共に大いなる遺産を負わせること。もっと簡単で直接的な手を使い、この件を終わらせようとしたのですが、結果はご覧の通りです。私は今ここであなたと対峙している。つまり失敗しました。
脚本には逆らえないということですね。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。まあいい。別れる前にもう一つ聞いてもいいか。あなたの脚本の中に私に関係することは書かれているか。運命が見た未来の中で私がどういう脚注を残したのか知りたいんだ。残念ですが一言も触れられていません。驚くことでもないな。待ってください。答えはノーです。何？あなたの最初の質問です。まだ夢を見るか、自分のせいで死んだ者の夢を。答えはノー。一度も見たことがありません。私には生まれつき夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、ほんのかすかな光のために燃え、灰になるまで燃え続けるのです。だからあなたが羨ましい。そうか。あなたはもう目覚めの世界で生きているんだな。